今ね、県道の22号線にいます。ここ八街のですね、この霞さんがあるところなんですよね。はい、こういう感じですね。で、こっちは行くと、こっち行くと千葉、千葉です。向こう行くと千葉です。で、こっち行くと東金とかあっちの海です。この交差点なんですけど、今こう立ってんですよ。ここにまあ歩道橋が、ここに歩道橋じゃない、歩道がありますね。で、信号が、ここは信号あるんです。はい、ここは信号あります。見た通り、通行量が非常に多いんでね。信号あります。それで、こういう感じなんですよ。ね。これまっすぐ行っただから、ここがね、22号ね。これで、こっちは、こっちまた行けるんですよ。ね。こっち行くと、トライアルさん。トライアルさんがあります。で、こっからも出てこれるんですよ。ね。こっからも出てこれます。ね。それで、まあ、ここ信号あるからね。別に信号に従えばいいんですけど、ね。要はね、取れない信号が合うな。通りました。ここなんですよ、要は。ここ。ここね。要はここなんですよ。ね。こちらのね、車がね、信号を変わると、今はもう出てくると思うんだけど、黄色いね、出してるんですけど、あの車は、こっちを左折すると思うんだよね。だから、だけど、こっちがあるんですよ。この右折。ここ右折しなきゃなんないんですよ。ね。こっち左折する車は問題ないですよ。右折する車、要は。今向こうの、直線の向こうの方から黒い車来るけどね。そこをね、右折するのが大変なんですよ。あ、今、この車来ましたね。で、あの車が、こっち入ってくるわけ。え？こっち入ってくるんだけど、まあ信号あるからいいんだけど。要はね、ここを右折する車と、向こうの直進の車が、そこでぶつかるんですよ。その辺りでね。その辺りでぶつかるんですよ。うん。それが危ないの。ね、まあ、こっちの方が入ってくる車、そういうことなんです。今入ってくるからちょっとね、そこ見てみましょうね。まだここも結構危ないんじゃないかな、入ってくるのな。ここ入ってくるかな。こっからも入ってくるんですよ、ほら。ね。こっからも車入ってくるんですよ。ほら。まあ、ここ右折する車っていうのはあんまりないんだけどね、確かに、ここを右折してくる車っていうのはあんまりない。私は右折するんだけど、ここ。そこの、あれをして、あ、入ってたな、こちらね。うん、入ってくる。ことなんです。気をつけてね。
そこで切りましょうか。ほら、ここ入ってくるでしょ。で、こっちから出る車が、まあ、あまり右折する車ってないね。だいたい左折しちゃうんだけど、ここ。する車じゃないね、大体ね。渡ってここ渡ってこっちぐらい。あ、こっち赤だ。こっち赤だ。こういう感じですよ。右折する車じゃないね。ああ、右折だ、ほら。今の車だな、これ右折ね。これ右折の車と、こっちの直進車がね、一緒なんですよ。こっちから来る直進車が。あまり右折する。あまりない。